にカメラ回ったら江頭さん降りてきてたんですよ。え、江頭さんの勇気、うん、つまり退院した、はい、あの素晴らしいおめでとうという気持ちが宮迫さんの中で降りてやるわって気持ちに変わってたんですよね、うん、そうそうそう、ちょっとこうさっきの宮迫さんとは違う目つきも変わって、多分あそこで宮迫さん江頭さんの退院を下ろしましたよね。退院を下ろしたごめんなさい、あのごめんなさいね、ちょっといい、いい話っぽく喋ってらしたんで、本当にねこの人ね退院をね下ろしちゃってごめんなさい、江頭さんの芸人魂を下ろしたとかなんかそんなんやったら分かんないけど、江頭さんの退院を下ろした言葉的に言うたらもう江頭さんの退院なしにしたみたいになってますから、ごめんなさい、ちょっとねええ話っぽく喋ってたんで止めるのどうかと思ったんですけど、ちょっとおかしいなって、江頭さんの退院を下ろしたはちょっとよく分かんないです、すいません、ここまで切っといて